天地無用を表す矢印が描かれた段ボール箱天地無用とは運送用語でわずかな傾きや衝撃で損壊する恐れのあるデリケートな対象物が入っているため倒立状態ないし横倒しまたは傾けた状態で輸送してはいけないことを指す天地無用とは本来逆さまにしてはならないという意味で用いられるもとは運送業者の業界用語で 天地入れ替え無用、天地点灯無用のように上下を入れ替えることを意味する語が添えられていたはずだが、四字熟語の形を取るために入れ替えなどの語を落としてしまったことに由来するものと考えられる。天地無用の四字はそのまま読めば天地が無用、つまり逆さまにしても構わないという意味にも解釈できる。逆さまにしてはならないという意味は漢語の文法に照らせば、 不正確な表現であり、汎用語としての意味を知らないものにはしばしば本来とは逆の意味で逆さまにしても構わないと誤解される恐れがある。そのため、近年では公的機関においては、天地無用の文言を抑制し、よりわかりやすい表現に改める動きが見られる。かつては郵便局で天地無用と記載された赤字に白字のシールを取り扱っていたが、 現在は廃止されており、この面を上に逆さま現金、U-PAC JP 日本郵便と記載されたシールを採用している。英語表記では、ディスサイドアップ。性能運輸では、蒸気のものを配達する際にこの、天地無用のシールを貼っている。また、ヤマト運輸では、この面を上に、天地無用ヤマト運輸と記載されたシールを採用するなど、よりわかりやすい表現に改められている。 上面にすべき、面の円に、二重や印のピクトグラムで表記されることもある。正式には、実規格で、上という名称が定められている。郵便局では、天地無用の記述を使用したシールの取り扱いは、廃止しているが、天地無用の用語を使用すること自体は、禁止されていない。現在は100円ショップなどで、天地無用シールを販売している場合があり。 発送依頼者が独自に購入したシールを使用したり、送り状に直接、展示無用と記載することも可能である。ありがとうございます。